オルト、マイナスベンゾキノンとパラ、マイナスベンゾキノンベンゾキノンとは、分子式 C6H4O2 で表される有機化合物であり、炭素のみで構成された一つの六因環からなるキノンである。2種類の構造異性体が存在し、1、4、ベンゾキノンが一般的であり、1、2、ベンゾキノンは一般的ではない。純粋な1、4、 ベンゾキノンは塩素に似た特徴的な刺激臭のする黄色結晶を形成する。純粋でないものは、1、4、ベンゾキノンとヒドロキノンの1、1の混合物である金ヒドロンが不純物として含まれるため、しばし暗色を呈する。この6因感化合物は、1、4ヒドロキノンの酸化誘導体として得られる。1、4、ベンゾキノンの分子は、多数の性質を有している。 ケトンの性質として、オキシムを形成し、酸化剤の性質として、ジヒドロキシ誘導体を形成し、アルケンの性質として、不可反応を経てアルファ、ベータ不法はケトンを形成する。1、4、ベンゾキノンは、強い抗酸及びアルカリの両方に対して、敏感であり、化合物の縮合と分解の原因となる。1、4、ベンゾキノンは、アニリニア、 p フェニレンジアミンを酸化させることによって得られる。また、フェノールを、アセトニトリルオ媒中において、過酸化水素で酸化させることによって、カテコール、ヒドロキノンとの混合物として得られる。1、4、ベンゾキノンは、有機合成において、水素アクセプター及び酸化剤として用いられる。また、脱水素剤としても利用できる。ディールスアルダー反応におけるオヤジエンとしても、 用いられる。ベンゾキノンは無水酢酸お及び硫酸と反応してヒドロキシキノールの酸作酸子を与え、この反応は1898年にこれを初めて記述したヨハネス・ティーレにちなんでティーレリアクションと呼ばれる。これは前後生において発見された。ベンゾキノンはウルフィンメタセシス反応中の二重結合の組み替えを抑制するためにも用いられる。 溶化カリウムの酸性溶液は1、4、ベンゾキノンを1、4ヒドロキノンに還元させる。また、硝酸銀水溶液は1、4ヒドロキノンを1、4、ベンゾキノンに酸化させる。ポリエステル樹脂の原料は反応性が高く、ゲル化しやすいため、重合禁止脂剤として、ベンゾキノンが用いられる。アクリル樹脂の原料に対しては重合禁止脂剤としては、十分に作用しない。 反応機構は明らかになっていないが、活性種が1、4、ベンゾキノン上の酸素に直接付加することで、重合禁止剤として働くと考えられている。1、4、ベンゾキノンの誘導体及び類似体の例を一下に挙げる。1、2、ベンゾキノンは、カテコール水溶液を空気酸化させることによって得られる。もしくは、フェノールのオルト酸化によっても得られる。 アリウ酸などの還元剤と反応させることでカテコールに還元される。メラニンの栓具体である。水溶性の赤色の物質であり、ジエチルエーテルには不要である。不安定な物質であり、合成後一日ほどで分解する。消化性のある1、4、ベンゾキノンとは異なり不揮発性である。バクテリアである、プソイドモナスメンドシノの菌種は、暗息抗酸の代謝によって、 カテコールを介して、最終生生物として1、2、ベンゾ機能を得ている。ミーデラゴミ虫体内に過酸化水素とヒドロ機能を貯めておき、これらを反応させ、蒸気とベンゾ機能からなる高温の気体を噴射する。ありがとうございます。